皆さんこんにちは。今回の動画はですね、バンポブチキンさんの「メーデー」という曲のイントロのリフ部分なんですけれども、マスカーさんがこうライブで弾く「チャラチャラ」のところなんですけれども、そこですね、ライブ映像もう気づいてる方いるかもしれませんが、ライブ映像をですね、何個か見てると、あれ、ここの弾き方か、あ、この弾き方、最新のはこうなのとかって言ってですね、何パターンかこう年代によって弾き分けてるのか何なのか分かんないですけれども、何パターンかのこう弾き方でですね、マスカーさんがこう弾いてるんですよ。なので今回はですね、その「メーデー」のイントロリフライブバージョンの3パターンをですね、ご紹介させていただきたいなと思います。はい、どれもですね、いい感じで、まあすごいほんのちょっとだけ違うんです。今から弾くところの後の何音か、ほんの何音かが変わるだけで、後半とかは一緒です。ここです。この後。はい、この後の「チャララララ」をどうやって弾くかだけなんですけれども、そのどうやって弾くか、3パターンですね、紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひよろしければですね、一緒に、練習していただければなと思います。はい、では早速「メーデー」イントロリフ3パターン、レッツゴー。はい、それではやっていきたいなと思います。まず前提として、今回見ていくところが、最初にも話したチャラ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 ララのところの変化を見ていく感じでございますので、他のところ、ここだったりとか、ここはですね、他のいろんなライブ映像を見てもほとんど一緒なので、ここは、省略というか同じ感じでやっていっていただければ問題ないので、ここは、そのままやってください。ここもありましたね。これも、同じ感じで、どれでも一緒でやっていただければいいかなと思います。はい、では早速、3パターン見ていきましょう。まず3パターンの1つ目はですね、単音弾き、チャラララのところを単音弾きで弾くパターンです。こういう感じでですね、単音で弾きます。ポジション見ていくと、まあ、この辺はいいですね。こんな感じで弾いていって、ポジション見るとそんなに難しくありません。3弦の4、6、2、4というふうに、これピッキングしてきます。チャ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 ってピッキングするんですけれども、ここだけです。ポイントとしてはですね、1個だけ狙って弾く。で、全部振りながら他の弦をミュートして弾くっていうパターン。両方、使い分けれるので、お好きな方を選んでいただければと思います。こういうふうにですね、こういうふうに1本だけ狙って弾くもよし、こうやってこう、こっち右は割と振りながら弾くもよしって感じで、どちらでもいいかなと思います。ただ僕が見たですね、ライブ映像、ちょっと昔のライブ映像になるんですけれども、その時はマスカーさん、ここ手を右手は振って弾いてた感じしますんで、まあね、これはどっちでもいいです。ご本人さんみたいに弾きたければこう振って弾けばいいし、別にちょっとそれが難しいかもなとか、いろいろね、こっちの雰囲気の方が好きだよって感じの方がいましたら、単音で1個だけ狙って弾くのもありかなと思います。これはですね、他のパターンと違って、こう全部弾くピッキング、他のパターンはまあ後で紹介しますが、スライドとか入ってくるのでちょっと違うパターンですね。他のとはまたちょっと違ったパターンで良いかなと思います。イントロリフパターンの3パターンある中の2つ目は、単音弾きと、オクターブ奏法、2つ逆ですね。オクターブ奏法と単音弾きを混ぜるパターンです。こんな感じです。で、最初はこの単音弾きで弾いてたこの4、6が、この4、6、ここが高音の方に、オクターブ上になって、そのオクターブ下を弾いてあげる、一緒に弾いてあげる。それで、スライドで弾きます。2、4からスライドで4、6、5弦の2、3弦の4で、5弦の4、3弦の6にスライドで、さっきと一緒で、次は単音で弾いてあげます。これは単音で弾いてますね、スライドじゃなくて。こうやって弾いてますんで、これスライドで
これスライドで言ってもいいかなと思うんですけども、ライブ見る限り単音で弾いてたと思います。スライドじゃなくて弾いてたと思うので、まあそれは好みでやっていただければなと思います。うん、スライドと単音パターン、これもいいですね。なんかこう違う感じがして、うん、ぜひやってみてください。はい、3パターン目のラストは2つとも、オクターブ弾き、こんな感じです。うん、これはですね、ここの6弦から始めます。6の7と4の9をスライドで9、11いきます。そしたらすぐ上に戻る、7、9からスライドして9、11に行ってすぐこっちに行きます。5、7で、7、9にまた戻ります。うん、で、ピッキングは最初の頭の方、スライドをする前に弾きます。で、次2回ともアップになりますね。こんな感じでね、この辺だけまあ狙って弾けると綺麗になるかなと思います。これですね、非常に厚みがあってですね、かっこいいですよね。他のところだとこの辺でやってまして、まあ割とこの高音が入ってくる感じなんですけれども、まあこう低音部のだけのこのオクターブの、これですね、いいかなと思います。2021年現在一番最新の映像だとこれでマスカーさんが弾いてらっしゃるので、またですね、これちょっと低音ズンズンかっこいい感じですので、ぜひやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。3つ3パターンありましたけれども、まあどれもなんか、まあ、好みかなって感じだと思います。皆さんどれが好きでしたか。まあオクターブのやつ と、オクターブと単音合わせるやつで、単音だけのやつっていう感じでですね、この3つのパターンだったんですけれども、皆さんどれが好きですか。まあちょっと僕もですね、ライブ映像の耳コピ目コピなので、まあ大体こんな感じが合ってるかわかんないんですけれども、多分こんな感じで弾いてらっしゃる3パターンかなと思います。うん、なんかそれぞれいいですね。単音だけ弾いても、なんか単音だけ弾いてるのってあんまこうなんかね見たことないので、ちょっとねみんなと違うように弾いてやろうみたいな感じで単音で弾いてもいいですし、織り交ぜてもいいですし、まあオクターブでねやることによって、ね、そうやっぱり厚みが出るので、このねトゥルルルの最後に紹介したやつとか厚みが出るので非常にいいかと思います。はい、皆さんよければですね、好みのねものをですね選択して、もうなんかライブとかでねやってみたらいいかなと思います。はい、今回の動画はですね、バンプオブチキンさんのメーデーからライブバージョンイントロリフ3パターンのご紹介でした。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録やグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ライブバージョン主義の私ですので、ライブバージョンのね、フレーズ紹介をまたしていきたいなと思いますので、よかったらぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、バイバイ。またね。